責任を申し出るよ。この仕事は最悪だ。いつまでここにいるんだ。どうせ何もないの。そんなに暇なら家で映画でも見たいよ。うざったい歌が離れないことあるよ。バンダイクを探そう。嫌な予感がする。ああ、こちらは全く異常な。報告、異常なし。バンダイクの妻は殺されたのか。ここに奴の姿はなさそうだ。ウィム・バンダイク、奴の居場所は？これが蜂の巣なのか。何度も言わせるな。ロンダが何をしたってんだ。無関係だったのに。何か聞こえた。とりあえず準備しとくか。そうしよう。安心しろ、俺は味方だ。
私のせいだ。私が関わったせいで、ロンダは、私は愚かだ。ロンダを殺した、自分の妻を。それは違う。違う。ロンダはあんたを守ったんだ。あんたを信じてな。あ、ロンダ、愛しのロンダ。今は一大事だ。俺に協力してくれないか。ロンダのためにも。力になるよ。ロンダもそれを望むはずだ。苦労を潰す方法を知っているだろう。教えてくれ。何をすればいい。研究データが太陽光発電所にある。そこへ連れてってくれないか。私がデータを消せば計画は行き詰まる。分かった。仕事を持ちかけられたんだ。産業用ドローンのアルゴリズムを作れないかと。なぜあんた。僕は蜂の行動の専門家で、群れの心理を熟知している。心理を読んで操る術よね。兵器のことは知らなかった。気づいた時には引き返せない状況だった。襲われてどうすればいいのか分からなかった。
ータはここにある。すぐに警報が鳴り響くから守ってくれ。それで大丈夫か？絶望しかない。だけどロンダのためにも進み続けないと。私の研究を悪人の好きにはさせない。クロー計画にはどう関わっていたんだ？私はドローンが自律行動を取れるようアルゴリズムを開発したんだ。ドローンに思考力を与えたんだよ。ドローンを止めるための対抗策はあるか？そのアルゴリズムを止められるのはウイルスだけだ。通信を阻害すればクローを倒せる。中継機にアクセスしたらそのウイルスでプロセッサーに過負荷をかけてくれ。感謝する。今やあんたはお尋ね者だ。アウトキャストと一緒にいた方が
安全かもしれないな。そうするよ。彼らもきっと私の復讐に手を貸してくれるはずだ。きっとな。じゃあ気をつけろよ。何してるの？ディープブルー、クローを破壊する手段を手に入れたかもしれない。クローと対峙したくはないが、覚悟はしとくべきだな。後で教えてくれ。了解だ。